とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ちょっとこれ、面白いやつだったので、紹介させてもらいます。チャージショットをしてる間に、防眼系にチェンジをすると、面白いことになりますよということですね。結構簡単です。まず、弓。何でもいいです。チャージショットが打てるやつ。で、溜めておいてください。で、溜めますよね。で、その間に、装備交換をします。装備を、防眼系。もう何でもいいです。ヘビークロスボウとか、蝶のクロスボウとか、何でもいい。防眼系に変更します。そうすると、こんな感じになります。今何も押してません。こんな歩き方をするようになります。ただこれだけなんだよね。これだけなんだけども、ちょっと面白い。はい。まあまあ、別にね、なんか効果があるとか、そういうことはないんですよ。ただただ、こんな歩き方をするようになるっていうことですね。ちょっと前に、裏技で、確かね、テレポートの装備かなんかをして、テレポートしてる間に装備を交換するとずっと霊体化するっていうやつがあったと思うんだけども、まあまあそれと同じような感じなのかな。うん、まあ、別に何の効果も乗らないけども、ただ面白そうに歩いてるっていうことですね。でこの間に武器を交換すると、持ってる武器は変わります。今怒りを持ってるんだけども、サイスにすると、サイスを持って、こんな風に、歩きますね。はい。まあ、星なき夜だったらば、こんな感じ、になります。はい。ただこんだけです。でも、まあ、これ、気づいた人すごいね。これは気づかなかったな。まあまあ、こう、エフェクトでね、なんかちょっと泡が出てるんだろうね。うん、バブルバーサーでやったから。そのエフェクトはまだ残るみたいです。ただね、これ、ソロプレイでしかできません。マルチになると、時間が止まらないのかな？時間が止まらないので、弓をチャージしてる間に装備を変えるっていうことができませんので、ソロプレイで試してみてください。まあ、多分、何の、こともないと思うんだけども、まあもしかすると重くなったりとかする可能性もあるので、まあそこは注意してみてください。まあ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 、一回試してみれば満足すると思いますよ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。